貴重な国産ワゴンが間もなくマイチェン。現在では珍しくなった国産ステーションワゴンですが、その中でもスバル・ヴボーグは安定した人気を誇っています。スバルのステーションワゴンといえば、レガシツーリングワゴンがよく知られていました。ただ、レガシツーリングワゴンは、ベースとなるレガシが北米市場を意識するようになったことで、 モデルチェンジのたびにボディサイズが大きくなり、日本のユーザーからは、扱いやすいサイズ感のステーションワゴンの登場が望まれていました。そうした背景から2014年に登場したレボーグは、スバル独自の水平対向エンジンを生かしたスポーティーな走りと、高い積載性を兼ね備えたモデルとして、 発売当初から安定した販売台数を記録しています。2020年には初となるフルモデルチェンジが行われ、現行モデルとなる2代目へと進化しています。2代目では新デザインコンセプトのボールダーに基づく立体的なエクステリアデザインや、新開発の 1.8L 直噴ターボエンジンなどが採用されたほか 2022年の一部改良では、よりスポーティーな 2.4L 直噴ターボエンジンも追加されています。マイチェン内容は小規模に一方、登場からおよそ3年が経過しているレボーグは、まもなくマイナーチェンジが施される見込みです。関係者からの情報をまとめると、D 型と呼ばれるマイナーチェンジモデルは、 2023年後半にも発売される見通しとなっているようです。早ければ8月にも先行予約が開始されると見られ、そのタイミングでオーダーした場合には年内に納車される可能性も十分あるようです。D 型となるヴボーグでは内外装のリファインに加えて、クロストレックなどから採用された新世代のアイサイトも搭載されると見られます。 新世代のアイサイトでは、従来のステレオカメラに加えて広角の単眼カメラを追加することで、これまでよりもさらに広い範囲を認識することが可能です。その結果、交差点内での歩行者や自転車との衝突回避及び、衝突した場合の被害軽減を実現しているといいます。また、 現在は時速 50km までに制限されているハンズオフ機能についても、全速度域対応となるようです。ただし、あくまでも前方中止が必要となる点は変更がない見込みです。その他、グレード構成やボディカラーの見直しが行われる模様ですが、新たなパワートレインの追加といった大幅な変更が施される可能性は薄いようです。 買うなら現行新型ここで気になるのは、現行レボーグ C 型、そう検討しているユーザーは、DK を待つべきかどうかという点です。結論から言えば、今すぐに車が必要といった事情がない限りは、待てるなら待つというのが正解と言えそうです。 スバルによれば、2023年4月現在の C 型の納期は2から3ヶ月程度となっています。つまり、今オーダーすれば7月頃には納車されることになります。逆に言えば、さらに詳しい D 型の情報が明らかになってからオーダーしたとしても、D 型よりも早いタイミングで納車されることは、ほぼ確実です。ただ、 D 型が正式発表された後は C 型の受注が制限される可能性があるため、必要以上に待ちすぎるとかえって選択肢を狭めてしまうことになりかねません。現時点では C 型の受注停止などは行われていないようですが、選択肢を狭めないためにも、販売店と密にコミュニケーションをとっておくことが重要です。 SUV 派生モデル追加の噂も、スバルの他のモデルの例を見ると、マイナーチェンジでもそれほど大きな変更が行われない可能性も十分にあります。一方、デボーグのマイナーチェンジとは別に、デボーグをベースにした新たな SUV が追加されるという噂があります。スバルには、インプレッサの SUV 版ともいえるクロストレックや、 デガシの SUV 版であるデガシーアウトバックがラインナップされており、デボーグにも SUV 派生モデルが登場すると考えるのは自然な話ではあります。デボーグの SUV 派生モデルは2023年内にも発表されるという情報もあり、デボーグの D 型登場の際のビッグサプライズとなるかもしれません。このことからも、 デボーグの購入を検討しているユーザーは、追加情報を待ってもいいのかもしれません。